この間ね、久しぶりに僕と相方と、はい、同期でね、もう辞めちゃったね、はいはい、あ、辞めちゃいました、同期の女の子のね、コンビがいたんですよ。いましたね、もうね、同期で美人っていう、和田さん同い年で仲良くて、そう、うん、微妙の美に人って書いて美人っていうね、うん、女の子のコンビがいて、おしゃれなね、まあ、片方の子はね、もう結婚してね、はい、子供もいて、はい、でもう片方の子がたまたまね、じんちゃんがバイトしてる居酒屋にね、そうですね、行ったんだよね、はい、たまたま来まして、でそしたらじんちゃんがいて、あーって言って、久しぶりってなって、今度みんなで飲もうよって言って、ついこの間4人で飲んできて、はいはい、そしたらね、その結婚してない方の女の子はずっと彼氏がいないって言って、あ、言ってましたね。そうだからもう今日は、いや俺らなんか何もアドバイスできる側の人間ではないのは分かってるけど、うん、でもそこまでできないんだったら、やっぱ男がこうどういうのがいいかっていうのを俺は判断していきたいって言って、はいはい、そのあ今のは良かったんじゃないかとか、あ、そうですね、今のそういう行動はやめた方がいいんじゃないかっていうのをね、うん、ちょくちょく俺らは訂正していくからねって言って、はい、でまあ、最初居酒屋でちょっとお酒飲んでて、うん、でその後カラオケ行って、はい、カラオケに行って判明した、やっぱり、うん、これもう本当世間の人みんなに言えるけど、いや女の子はこれは本当に、はい、カラオケで男が嫌うタイプの歌唱法っていうね、うん、いやこれはね、いやこれ本当にこれはマジで俺伝えたい、これね、俺も今まで意識したことなかった、でもよくよく考えたらそうなんだなっていうのを思ったのが、その子がその、まあ、最初なんか、最初やっぱこう何歌うみたいなので、はい、まあ俺最初なんかサザンかなんか入れたのかな、はい、サザンかなんか入れて、はい、でまあ神社がなんか歌って、でその次にその、はい、まあその子のも相方のその子、はい、その子が歌って、はい、最後にその子でもう別に何も別にもうみんな自由に歌ってたもんね、もう確かにもう自分の好きな歌だったけど、はい、その子がハッタンアンミカ、はい、僕はあんま分かんないの歌入れたんだ最初に、はい、でめちゃくちゃうまいのね、歌がまず、いやもうめちゃくちゃうまかったっすね、もうめちゃくちゃ本当誰が聴いてもうまい、もうみんなが、はい、歌うまいねって言えるんだけど、声の出し方がそう、もう喉開きすぎて、うん、もうシュレーサーみたいな、もう本当にあれ男全員弾くよね、やっぱあれやばかったっすね、ちょっと喉開きすぎてんなってやっぱ俺思ってで僕喉に拳入るかと思ってそう開きすぎてて、開きすぎてるよねあれね、いやあれはやっぱで結局で最初確かに俺らも何も言わなかったから、うん、そのみんな好きなように歌ってたんだけど、その後に、はい、スーパーフライ、スーパーフライからの七瀬、あ、相川七瀬、相川七瀬の、はい、夢見る少女はいられないの時に、はい、もうさすがに我慢できなくなって、はい、1個あったって言って、はい、喉開きすぎだわって言ってでよくよく考えたら男の人が好きな歌って、じゃあ何好きって言われたら、あ、アイコのカブトムシとか、そうですね、はい、大塚愛のプランタリウムとか、はいはい、まあ、西野カナのトリセツとか言うでしょ、はい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 、誰も喉開いてない、いやそうよ、歌うまかったんだけどね、でもね、いや歌うまかった、めっちゃうまかった、で本人相川七瀬さんとか、うん、そのね、畑美香さんとかが歌うとやっぱかっこいい、いやかっこいいですね、それこそ喉開いてる人って見てて、うん、はい、歌番組とかで見てたらソウルフルでかっこいいんだよ、いやかっこいい、めちゃくちゃかっこいいです、ああ、めっちゃかっこいい、だから例えばあれを大コンサートホールみたいなところで、はい、例えば歌ってくれたりしたらみんな感動できる、こうやって、いやでもすごいです、4畳ぐらいのカラオケ屋で、はい、声量で喉の開き方したら男みんな引く、あれは、あれはマジで引きますね、あれはマジでやばかった、本当に震え上がったもん、はい、本当に喉が開きはちょっとね、